はい、こんにちは。では、数学の授業始めるよ。今回ね、ちょっと新しいところがね、何個か出てくるから、まあ、しっかり聞いとくようにね。今回の単元は、特別な平行四辺形、平行線と面積っていう単元をしていくんだ。で、覚えることがね、何個かあるから、まず一つ目これね。CD と AB が平行ならば、ね、CD と AB がこれね、平行線ね、平行であるならば、三角形 ABC、こっちね、左のこの三角形と三角形 ABD、右のここの三角形、この2つの三角形がイコール、これイコールってどういうことか分かるか？三角形がイコールっていうことは、これってどういうことかといえば、これね、面積が等しいということだ。面積が等しいということね。面積が等しいことを三角形何々何イコール三角形何々何っていうふうにね表すからね。いいかな。で、平行であるならば、なんで面積が等しいか分かるよね。どうしてかといえば、これね、AB が底辺だと。三角形の面積は、底辺と高さで決まるから、AB が底辺で、高さはね、平行線だから、まあ、ここまで。これ高さ。で、右側の三角形も底辺まず同じだよ。AB だよと。で、高さもね、これ平行だから、どこをね、取っても同じになるから、底辺、高さ、両方とも同じだからね、三角形の面積は一緒なんだよっていうことね。いいよね。まずこれが一つ目。で、二つ目、この逆。三角形 ABC と三角形 ABC の面積が同じであるならば、CD と AB が平行だよと。要は上と下、逆ね、になるから。逆でもいけるということね。まずこれね、理解できるかな？大丈夫かな？じゃあ、ちょっとね、下の問題やってみよう。次の図の台形 ABCD で、これね、ABCD、これ台形ね。で、辺 BC 上に、AE と DC が平行となる点 E を取る。ここね。これとこれが平行だよって言ってるね。で、この時、三角形 ABE と面積が等しい三角形。これね。三角形 ABE と、この三角形と、これと面積が等しい三角形をすべて答えよう。ここね。すべてって書いてあるから、すべてっていうことは、ヒントね。一つじゃないよっていうこと。いいかな。じゃあ、この三角形と面積が一緒なのどれかなっていうことで、このね、平行であるならば、これとこれ面積一緒だよっていう、これを利用するんだよ。だから、この三角形と同じなのは、今ね、今のところ問題で分かってるのは、上と下の辺が平行だよ。それと、この AE と CD、ここも平行だよ。この二つだけ分かってるからね、平行っていうのが。これを利用して、すべて答えてくれ。いいかな。一つは多分すぐわかる。いいかな。ではね、これ、ちょっと映像を一旦停止してね、考えてみてください。では、始め。はい。じゃあね、どこか見つかったか？一つはすぐわかったよね。これと同じような形のがあるから。上と下平行でしょ？これ上と下平行でしょ？で、底辺 BE。一つはもうすぐに分かる。これだな。これね。これは分かったよね。これと同じような形だからね。底辺 BE として、これとこれ平行だから高さ一緒だから横にずらしたやつもこれ、同じ面積ね。だから、一つ目の答えは三角形、どうしようかな。DBE、BED、まあ、どういうふうに書いてもいいよ。BED って書こうか。
これがね、一つ目の答え。で、もう一つの答えは、ちょっと難しいんだよ。で、あ、ちなみにね、すべてって書いてるけど、答えは二つ。あと一個だけ。もう一つの問題ね、ちょっと難しいんだけど、今のね、青い三角形、これを今度は変えていく。で、どう変えるかといえば、まずね、この三角形のこの左側、この赤い線よりか左側ね、そうだな、まあちょっと色をつけようか、こっちね、ここの三角形はまあとりあえず置いとこう。で、こっちの三角形ね、こっちの三角形を変えるんだよ。で、こっちの三角形どう変えるかって言ったら、あとね、もう一つ平行なのは AE と DC が平行だったよね。これとこれが平行なんだよ。ということは、まあ、ここを底辺として、高さを、ね、違う場所に持ってくる。どこかなって言ったら、ここだな。わかるか？だから、どういうふうに書いたら分かりやすいかな。今の青いこっちの三角形をこう移動させる。こうね。こう。分かるか？今ね、FED の三角形を FEC っていうふうに、ね、移動させる。これ、こことここが平行だからいけるよね。平行の場合ね、移動させても大丈夫。じゃあ、三角形はどうなったかって言ったら、こうなったわけ。ね、二つ合わせればこれ。だから、答え。三角形 BCF。これが答えになる。かな。BCF ね。この緑のところね。ということで、答え二つになった。分かったかな？大丈夫かな？じゃあ、こういうふうにね、面積が、高さが、平行線でね、高さが同じであれば、面積変えることができるっていうことをね、頭に入れといてね。じゃあ、次行くよ。はい。じゃあね、ちょっとね、難しい言葉が出てくるんだ。透析変形っていうの。で、漢字の通りなんだけど、等しい。これ、まあ、積っていうのは何かって言ったら、要は面積ってこと。面積の積ね。で、面積が等しい。で、形を変えるっていうね。面積が等しくって、形を変える。透析変形っていうね、言葉が今回出てきた。新しい言葉だよね。で、透析変形って何かって言えば、まあ、説明していこう。四角形 ABCD と、これね、ABCD ね。この四角形と、面積が等しい三角形 ABE の作り方。AB は共通してる。E っていうね、このね、新しい点ができる。だから、AB は共通して三角形を作る。で、AB ね、実際答えはここになる。こういう三角形になるんだけど、今のね、ABCD の四角形と、ABE の三角形、この2つの面積は実は同じなんだよ。で、この E 点の取り方ね、これを説明しよう。まず1番目、頂点 D を通り、頂点 D ね、ここ。対角線 AC。だからまずね、対角線引かなきゃいけない。四角形の対角線を引く。で、頂点 D を通り、対角線 AC に平行な直線を引く。ピューっとね。対角線と平行な直線を引く。で、丸の2番。その直線と、辺 BC の延長との交点を E とし、で、最後に A と E ね、この2点を結るとできますよ。三角形 ABE というね、新しい形ができますよということ。いいかな？書き方覚えといてね。で、なんで同じなのか、わかるよね。なんでかっていえば、ここ平行なんだから、さっきやったでしょ？平行っていうことは、高さが一緒になる。だから、もともと、ここね、まあ、ABC の三角形はとりあえず置いとこう。で、もともと、ABC 以外は、残りはね、ここでしょ？もともとね。
四角形 ABCD のうち ABC はとりあえず置いとこう、横に置いといてね。残りは ACD だよね、四角形のうちね。でこれが今ね AC を底辺としてみる。 AC を底辺、ここ底辺な、ここ底辺として高さをね、今平行線だからこっちに変える、こうね。これ面積一緒でしょ、さっきやったよね。底辺が同じで、高さはこれ平行線引いてるから同じだよね。ここかここと、ここかここね、高さ一緒だよね。だからこの赤い三角形と青い三角形面積一緒なんだよ。ということはあとね ABC の三角形くっつけたら ABE のね、この三角形になる。わかるかな、というね理屈で同じになる。だからね、まあ要はね平行っていうのがポイント、平行線に行くでそこの交点と結ぶということね。いいかな。でね今ねこれね、例でやってるのはちょっとまあ台形っぽいね四角形を使ってやってるんだけど、別にねこれ台形じゃなくてもいいからね。だからまあ例えばまあこんな四角形でもいけるからね。もしこんな四角形の場合どうするか、対角線をまず引きますよ。でこの対角線と平行な線を、ここを通る線を引きますよ、という感じでね。で交点、ここね、ここの交点、交点とこの点をちょっとちっちゃくなったけど、こう結べば三角形ができるからね。全く同じやり方でできるから、いいかな。でこういったね変な四角形でもいけるし、さらにね例えばだけど、どんなのがあるかな。まあ例えばこの五角形と同じ面積の三角形を作れなんて問題も出てもいけるから。こうね、この線をまずこう伸ばそう。で同じようにしたらいい。だからこう線を引っ張って対角線ね。で、ここを通る平行な線を引っ張ろう。で、ここの交点と上を結ぶ。これね。すると、この三角形とこの青、こっちの、ね、三角形は同じ面積になる。で、同じように右もやる。右も、対角線を引っ張って、それに平行な線で、ここの横の点を通る線をこう引っ張る。で、ここの交点と上を結ぶ。ほら、これで五角形と面積が等しい三角形の出来上がりだ。わかるか？こういう形、こういう感じでね、このね、等積変形っていうのはいろいろな形で利用できるからね。かな。じゃあね、次ね、下の問題なんだけど、次の図のように AB を境界線とする2つの土地があると。この2つの土地の面積を変えずに図の点 C を通る境界線 CD で改めるとき D の決め方を説明し作図せよ。まあこんな問題があるとする。わかるか。まず図のように AB を境界線とする左の土地と右の土地ね、こういう2つの土地がある。この2つの土地の面積を変えずにここを通る境界線 CD、 つまり D をどっかに取るわけだ。でその D をどこに取るのかを上のね等積変形を利用してすることができるかな。じゃあねちょっとねこれどういうふうにしたらいいかなと、で作図もしなきゃいけないからね。でどこに点を持っていったらいいかなちょっとね考えてやってみよう。ではちょっとね映像を一旦停止して始めてください。スタート。はい、できたかな。じゃあ見ていくよ。まずね、どうするかといえば、A と C をまず結ぶんだよ。ここね。A と C をまず結ぶ。こうね。で、その後どうするか。これと平行な線をここに書く。ちょっと難しいな。こんな感じかな。B を通って、これに平行な線を書く。
で、この重なったところ、ここが D 点だ。ここが D 点。これで D と C を結べば、まあまあ、どうかな。すると、これとこれね、半分、あの同じ面積でね、分けることができる。ということで、まあ、サクザこんな感じ。で、説明ね、説明も一応書いておこう。どうしようかな。点。これはね、説明は、ね、人それぞれ分かるように書けばそれでいいからね。点 A と点 C を結び、点 C ね。点 A と点 C を結ぶと。で、結ぶ。で、その直線、線分の方がいいかな。まあ、直線 AB。あ、AC だね。直線。ちょっと待ってね、点 B を通り、さっき書いた方がいいね、点 B を通り直線 AC に平行な線って書こうか。点 B、ちょっとこっち書くね。点 B を通り、点 B を通り直線 AC に平行な線と、点 B を通り直線 AC に平行な線と、四角形の何て書いてるかな、四角形で分かるよね、四角形の眉が上の辺、うん、上の辺ね、まあ、上の辺か、四角形の辺ですが、四角形の上の辺との交点を、D とすると。まあまあこういう形でもいいかな。点 A と点 C をまず結びますよ。で、点 B を通り直線 AC に平行な線、つまりこれね、これと四角形の上の辺との交点を D とするみたいなね、 D の決め方だから、まあ、D をね、決める場所を書けばそれで OK だからね、というふうに、まあ、文章で書けばいい。このね、文章は本当にね、人それぞれ自分なりの書き方してくれて、まあ、他の人が読んでね、意味が通るようにしてくれたらそれでいいかな。じゃあ、まあ、透析変形ってこういう内容だからね、しっかり覚えておくようにね。じゃあ、次行こうね。はい、ではね、また次ね、新しいところができた。次はね、中点連結定理。ややこしいよね。中点ってわかるよね。ど真ん中の点の中点ね。で、連結する定理。ちょっとね、ややこしいけど、内容読もう。三角形 ABC の2辺 AB と AC の中点をそれぞれ B とする。つまりどういうことかといえば、こことここの長さ一緒ですよ。こことここの長さもこれとこれは一緒ですよと。中点だからね。中点とすると。すると次の関係が成り立つ。まず1番。DE と BC は平行になりますよ。これとこれは平行になりますよっていうのが1つ目。で、2つ目。DE は BC の半分ですよ。DE はね、下の BC の半分になりますよ。っていうね、平行でかつ半分になりますよっていうのが、中点連結定理っていうものなんだ。いいかな。じゃあね、これもね、しっかり覚えておかなきゃいけないんだけど、これを利用して下の問題解いていこう。右の図で AB と DB が等しい。AB と DB が等しい。まあ、一応書こうか。AB と DB が、これが等しいよと。で、BE、
ここね BECCF この3つがそれぞれ等しいよということね。でさらに DG と GF こことここの長さも丸にしようか等しいよと、この3つね3組等しいのがあると。で DE が6センチの時、別に書こうか、 DE が6センチの時、ここね6センチの時線分 GC と AG ね、この2つを求めなさいという問題。このね中点連立定理を利用したらできるから。じゃあこの問題ね、ちょっとね映像一旦停止でね自分でちょっとやってみようか。では、始めてください。はい、いいかな、できたかな。じゃあ見ていくよ。まず GC から、うん、これが分かってたら GC 出せるんだ。でどこで出すかって言ったら、ちょっとね三角形がね歪んでてややこしいんだけど、ここ、DEF この三角形っていう、この三角形ね、ちょっとここ歪んでるけどね、この三角形を見ればこことここ長さ一緒、さらにこことここ長さ一緒ということは中点連立定理使えるんだよ。だからこの長さのここ半分になるはず、わかるかな。だから GC の長さは6の半分だから3センチ。答え3センチメートルある。かな？こう3センチね。じゃあ次 AG。まあ見てわかる通り、次はここを取るんだよ。ABC。三角形 ABC を考えてみて、でこことここ長さ一緒、さらにこことここ長さ一緒、ね、一緒一緒だからこれも中点連結定理が使える。でこっちが6センチってことは AC は12センチだよね。で AC が12センチで、そこからさっき出した GC を引けば AG 出るよね。 GC が3センチだから引けば9、答えは9センチメートルになりますよということね。できたかな。どの三角形を見るかっていうのがね分かればできるから。じゃあね、最後次のページ行こう。はい、最後はねやっと出てきた証明問題で、さっきやってね中点連立定理とか使うからね。じゃあ4問題読んでくね。次の図の四角形 ABCD で ABBCCDDA の中点をそれぞれ EFGH、 つまりここ長さ全部一緒なんだよということね。すると中の EFGH ね、これが平行四辺形になることを証明せよ。平行四辺形になることの証明もねまあやったからいけるよね。じゃあねこれねヒントがかなり書いてあるから空欄にね当てはまるところをねちょっと書いていこうか。ではねこれもね映像一旦停止してね、でできたらもう一回再生してね。では始める。はい、じゃあ見ていくよ。まず三角形 ABD において、まあ、見る三角形書いてあるよね。三角形 ABD どこかといえばこの左上の三角形、これにおいて AE イコールということはこれ中点なんだから AE と EB 一緒だよね。だから AE イコール EB で AH イコールこれもね中点だから AH と HB は一緒だよと、うん、だから中点連結定理、ここ長さ一緒、ここ長さ一緒だから中点連結定理っていうことは分かるよね。今見てる三角形これだよ、これね。で長さ一緒、長さ一緒だからこことここは平行だよっていうことだよね、中点連結定理ね。EH とBD だね、これは平行だよと。でさらにね中点連立定理もう一個あったよね。何だ何だったか言ったら
このね EH っていうのは2分の1 BD なんだよ。でさっきやったよね、この長さの半分になりますよっていうかね。で同様に次はどの三角形見るかといえば CDB、 ここね、次はこの三角形を見るんだ。でこの三角形を見て、まずはじめ CG イコール CG、 これね G は中点だから CG イコール GD、 GD、それと CF イコール CF、 これも中点だから CF イコール FB だから、これも全く同じ、この三角形見てここね、同じ長さ、同じ長さだからこれとこれは平行だよって分かるよね。どうしようかな、 FG、 FG イコール、あ、 FG と平行で、BD だね、これがまず平行だよと。でさっきと同じように FG の長さは BD の長さの半分なんだよと、だから2分の 1BD なんだよということで、1により、つまりこれとこれね、まず平行なのは EH と BD が平行で、さらにその BD と FG が平行なんだよ。っていうことはこれとこれ平行だよね。だから EH と、FG は平行なんだよと。図で見るとどこかといえば EH がここ、FG がここ、これとこれ平行なんだよっていうのがまず分かった。でもう一つね、これ、EH は2分の 1BD なんだよと。で同じようにこの2分の 1BD は FG なんだよと。つまりこれとこれ長さ一緒だよね。分かるよね、両方とも2分の 1BD だから。だからこの EH と FG ね、さっきやったのと同じね、 EH と FD は長さも一緒なんだよ。つまり平行であって長さが一緒っていうのは平行四辺形の条件であったよね。何かといえば一組の対辺、一組の対辺が平行で、ちょっと書けないな、一組の対辺が平行で、その長さが、ちょっと書けない、こっちはね、その長さが等しいからね。一組の対辺が平行でその長さが等しいから四角形 EFGH は平行四辺形であるということね。平行四辺形の、ね、条件ね、 あったよね、これね、一組の対辺が平行でその長さが等しいという条件ね。ということでね、今回ね中点連立定理を利用した証明問題やってきたから、まあ一人ねできなかった人はできるようになろうね。では、今日の授業はこれで終わります。